ファイドモ対応ワンストップの認証認可サーバーユニアイディリビアという題で、NRI セキュアテクノロジーズ株式会社の赤尾氏がご説明いたします。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介いたしますと、私は2011年に、野村総合研究所に入社した後、今の NRI セキュアテクノロジーズに出向し、これからご説明するユニアイディリブラという製品の開発リーダーを、しております。今回ですが、まずはユニアイディリブラのご紹介というところで、製品説明とユースケースをご説明いたします。その後、ファイドに関する機能のご説明と、あとはですね、最近開発した新しい機能としてファイド2による再認証と、Android Chrome におけるレジデントキー対応というのがありますので、そちらの新しい機能をご説明いたします。まずはじめにユニアイディリブラ、簡単にご紹介すると、面倒な認証認可 ID 管理セキュリティを、実施してくれるコンシューマーアイデンティティ&アクセスマネジメント製品となります。皆様 IDaaS という言葉はご存知かなと思うんですけど、そちら の製品版ということで、アイデンティティアザプロダクトだ と、理解していただくといいかなと思っています。もう少し詳しくご説明しますと、ユニアリリブラは Java ベースのウェブアプリケーションとなっておりまして、こちらをデプロイしていただくと、このような5つの機能が、ご利用いただけます。まずは ID 管理ということで、お客様のエンドユーザーさんですね、ブラウザでアクセスするエンドユーザーさんの ID だったり属性情報の管理、あとは、外部システムへその情報を連携するRESTful な API でのインターフェースが、備えています。続いて認証の部分ですが、ID パスワード認証のほか、ファイドに準拠した生体認証、あとは TOTP ですね、ワンタイムパスワードとかマジックリンクによる認証などを、具備しています。続いて認可フェデレーションの機能、OpenID Connect とか OAuth 2.0 SAML とかっていったいわゆるスタンダードな連携プロトコルに対応しております。そして4点目が、不正アクセス検知、リスト型アカウントハッキングとか、なりすましログイン等の不正アクセス、普段とは違うアクセスを検知する機能がございます。最後はそれらを管理する、システム管理者とかオペレーター向けのコンソール画面が、ございます。で、これら5つの機能、もう少し詳しくご説明すると、このような配置図になっていて、エンドユーザーさんがアクセス、例えば新規登録画面とかログイン画面とか ID パスワード忘れ画面にアクセスする際、その、アクセスの不正度合いを検知するような、先ほど言った不正アクセス検知のエンジンであったり、認証の部分もカスタマイズできて、先ほどご説明したいろんな手段を組み合わせて、例えば不正なアクセスを検知した時だけ、追加認証を行うようなアダプティブオーセンティケーションといった機能もございます。またですね、ユニディリブラの用意している認証機能だけではなくて、例えば外部の SNS に認証を求めるとか、あとはレガシーなシステムに対して認証を求めるとかといったような認証のカスタマイズも可能になります。で、これらの認証結果とか、ID の情報をスタンダードなプロトコルで、ID 連携していくといったのが主な、ユニ ID リブラの機能になります。じゃあ実際のユースケースですが、お客様としては B2C 向けのサービスをやられているお客様がほぼほぼメインでして、例えば B2C のお客様で自社のサービスとしていろんなサービスを持っていますと、EC サイトを持っていたり、ポイントサイトを持っていたり、でそういったサービスの、ログイン機能、認証機能を共通一つでまとめてやりたいというところで、ログイン ID の基盤としてユニアイディリブラをご活用していただいています。こちらのケースですと、ユニアイディリブラは Docker ファイルでも提供しているので、 AWS 上のコンテナ環境に構築いただいて、そこで自社 ID、〇〇 ID みたいな形で自社 ID の基盤として運用していただいております。そういった形でほぼほぼメインが B2C 向けのサービスを提供しているこれらのお客様に、ユニアディリブラをご提
ご利用いただいているといった形になります。ではユニ ID リブラのファイドに関する機能のご説明をいたします。まず左上ですが、ファイドのユニバーサルサーバー、昨年ですかね、昨年弊社、認定を受けまして、ファイド RP サーバーとしての全てのプロトコルに対応しているため、先ほどお見せしたいろんな、サービスサイトさんが、各サイトに、エンドユーザーがパスワードレスでログインできると。続きまして、右上、OpenID Connectシーバの、With Native Apps UAF って書いてるんですが、こちらはですね、例えば PC でユーザーさんがログインしているとか購入しているとかっていった操作を別のデバイス、スマートフォン上で UAF を使って認証認可するといった機能もこの UniID Libra を使うと実現することができます。そして左下ですが、こちらは最近新しく作った機能になるんですが、再認証をファイド2で行おうということで、例えば今までのウェブサービスですと、パスワードを変更するときに、ID を変更するときにパスワードをもう一度入れて再認証しようといったときに、ファイドの鍵を登録していればパスワードじゃなくてファイドで再認証することで、ユーザビリティ向上できるんじゃないかということで、こちらの機能を開発しました。で、最後、こちらは今絶賛開発中でほぼほぼ出来上がっているんですが、 Android Chrome におけるレジデントキー対応というのもやっています。これらはもう少し詳しく一個一個ご説明したいと思います。で、まずファイドのユニバーサルサーバー機能ですが、エンドユーザー向けの画面はいわゆるログイン画面なので、今回運用機能にフォーカスしてご説明したいと思います。一番最初にご説明した5つの要素の中の一番最後の管理コンソールという、システム管理者向けのコンソール画面があるんですが、そこでそのファイドの各オプションですね、アサーションとかアテステーションのオプションを変更することができるので、例えばこのプロジェクトだとレジデントキーは要求したいとか、このプロジェクトだとユーザーベリフィケーションはいらないとかといった設定を、UI ベースで自由に変更いただくことが可能です。あとはですね、もちろんエンドユーザーが登録した公開鍵っていうのも管理できるので、エンドユーザーからのお問い合わせでデバイスを紛失したから公開鍵を削除してほしいなどといったものにも、こちらの画面上で対応が可能になっています。で、続きまして、先ほどご説明した別デバイスでの認証という話なんですけど、ちょっとデモシナリオを作ってきました。こちらですね、子供が、親が持っている例えば家族カードみたいなので、EC サイトで決済しようとします。通常であれば、カード入れて決済完了って一番最後の、購入完了画面に出るんですが、この機能を使うと間で、承認待ち画面が入ります。で、ここで Libra は何をやってるかというと、裏でその UniID Libra の、ネイティブアプリがあるので、そこにプッシュ通知を投げています。で、こちらを持っているデバイス、こちらのデバイスを持っているユーザー、例えば親がそれを受けて、UAF で認証して認可をするといったような、別デバイスで、認可をするようなシーケンスが実現可能になります。こちらは、デモの動画をご用意していますので、こちらでご説明したいと思います。画面の左、このブラウザが、子どもの画面をミラーリングしたもので、右側が親のスマートフォンをミラーリングしたものと考えてください。で、まず子どもが EC サイトで、決済しようとします。ここはLibraではなく、Libraと連携している EC サイトになります。で、親の名義のカードを入れると、ここで裏でLibraにリクエストが走っています。このように承認依頼を送信しました。となると、今度は右の Libra ネイティブアプリの方にプッシュ通知が飛んでいって、親が認証を行うと。で、UAF で認証をして、で、認可、この子どもの買い物を許可しますかという画面が出て、許可すると、子どもの画面の方が無事購入完了するという、こういった、いろいろなその分散したデバイスでの、シーケンスなども実現可能になります。今言った仕組みは、このような
アーキテクチャで実現しています。真ん中にあるのがユニアイディリブラの本体で、一番下が先ほど の, あの EC サイトで、左が親が持っていたネイティブアプリデバイスだと思っていただいてください。で、EC サイトは基本は裏でリクエストを投げているだけで、基本的にはユニアイディリブラがファイドによる認証だったりプッシュ通知だったりというのを行っています。続きまして新機能としてご紹介したのがファイド2による再認証機能になります。ユニアイディリブラでは URL ごとに再認証を行う行わないというのが細かく設定可能になっています。例えば右側の JSON の例だと、ここにパスワード変更画面にアクセスする際には SMS 認証が必要だとか、ID 変更画面にアクセスする際は再認証が必要だみたいな設定をすることができます。例えばこの3行目がない場合はどうかというと、まあ、ID 変更ボタンを押すと ID 変更画面に行っちゃいます。で、3行目を1行追加するとどうなるかというと、まあ、ID 変更リンクを押すと、まあ、このようにご本人様確認という形でパスワード入力欄が出ると。で、今まではこれだけだったんですけど、まあ、FIDO2 の鍵を公開鍵を登録していれば、ここで FIDO による認証もできるようにしています。これによって、まあ、ユーザーさんがわざわざパスワードを入力することなく、利便性向上できるんじゃないかというところで作った機能になります。最後にですね、今は開発中でほぼほぼできてはいるんですが、Android Chrome におけるレジデントキー対応というものを作っています。Android Chrome ですと、レジデントキー、まあ、ユーザー ID を入力しないで、Web オースにできるような、まあ、オプションを指定すると、Android Chrome だと今エラーになっていて、FIDO2 認証時にはユーザー ID を入力する必要があるといったような、まあ事象がありますと。で、本来であれば、Android Chrome がレジデントキーに対応していただくのが一番いいかなと思うんですけども、まあ、それまでの暫定対応として、ユニアディリブラでは以下のように実装していると。ちょっと細かいんですが、簡単に言いますと、まあ、アテステーションした時に、その鍵の ID を、まあ、ローカルストレージに保存しておいて、まあ、次にアクセスした際にはそこからローカルストレージからクレデンシャル ID を引き抜いてユーザー ID を入力をスキップするといった仕組みです。それを実装するとどうなるかというと、この右下の図が実装する前ですね。Android Chrome だと、まあ、ユーザーが特定できないので、ここにユーザー ID を入れた後ファイドでログインボタンを押して始めて Web オースンが成功すると。で、そうではなくて、今回の仕組みを使うと Android Chrome でもこのようにもうユーザー ID が特定できている、まあ、Libra の裏ではクレデンシャル ID も特定できているといった状態でログインボタンを押すので、Android Chrome でもユーザー ID 入力なしのパスワードレスログインが可能になります。まあ、ちょっといろいろな課題もあるので、クロスブラウザの対応などなどはこれから実装していく次第です。最後にまとめますと、ユニアイディリブラをデプロイするだけで、FIDO2、UAF、U2F でログイン、追加認証可能な OpenID Connect に準拠した認可サーバーを構築可能です。ユニアイディリブラはこれからも FIDO 関連のアップデートをしていく予定ですので、ご興味がある方はぜひこちらのウェブサイトやもしくはお問い合わせをいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。